中原中也、中原中也、中原中也、1907年、明治40年4月29日から1937年、昭和12年10月22日は、日本の詩人、歌人、翻訳家、旧姓は歌志村。代々開業医である名家の長男として生まれ、後取りとして医者になることを期待され、小学校時代は、学業成績も、よく振動とも呼ばれたが、 八歳の時、弟が風により病死したことで文学に目覚めた。中野は三十歳の若さで死去したが、生涯で三百五十編以上の詩を残した。その一部は、結婚の翌年刊行した、諸女詩集、ヤギの歌、及び、中野の詩の翌年出版された第二詩集、アリシヒの歌に収録れている。訳詩では、乱暴詩集や数は少ないが、アンドレ・ジードの作品など、 フランス人作家の翻訳もしている。日本大学予科、中央大学予科などを経て、東京外国語学校、現在の東京外国語学専修科仏語部終了。1907年、明治40年4月29日、山口県吉木郡山口町大和田市も宇野良村、現在の山口市湯田温泉の中原委員で生まれた。両親の柏村健介。 福夫妻は結婚後六年あまり子供に恵まれず、中原家当主の生沼にも実施がいなかったため、長男の誕生を大いに喜び、三日にわたって誕生祝いを行った。当時、父の健介は、軍医として、旅順にいたが、手紙で、中夜と名付けるよう送ってきた。10月、生後6ヶ月で、母、福と祖母、末と関東州の旅順にわたる。 中野を手元で育てたいというケンスケの希望によるものだった。翌年の夏、ケンスケは山口に任せられ、一家は山口の中原家に戻った。翌年には広島に移動。1911年4月、広島女学校附属幼稚園に入学。ケンスケはよく中野を連れて釣りに出かけたが、自分たちと階層の違う近所の子供とは遊ばせなかったという。 1912年9月、ケンスケは三等軍異性、小佐に昇進、金沢に移動。翌年から中也は、北陸女学校附属第一幼稚園に通う。1914年、ケンスケは、朝鮮の劉さんに閉店するが、学齢に達していた中也は、福と共に、中原家に戻り、地元の下の霊小学校に入学。成績優秀で、神道と呼ばれた。 1915年、ケンスケは上司に申し出て、山口に転任、中原家と養子縁組、中屋の名字も、白村から中原に変わった。この年、弟のあろう、つぐろうが脳膜炎で死去。中屋は、後年、指摘履歴書に、試策を始めたのは、亡くなった弟を歌つたのが、そもそも、そもそもの最初であると記している。 生熊が軽いチューブに倒れたのをきっかけに、ケンスケは予備役編入をお願い出て許可され、1917年に中原委員を継いだ。1918年、中野は山口市販附属小学校、現山口大学教育学部附属山口小学校に転校。ここでも成績優秀で、戦闘的でありながら表金なところがありクラスの人気者だったという。 中野の両親は教育熱心で福が予習復習を受け持ち、健介は納屋に閉じ込めたりタバコの火をかかとに押し当てるなど厳しい懲罰を与えた。湯田温泉の風気が良くないのを心配して外で遊ぶのを禁じ、溺れるのを恐れて水泳もさせなかった。小学校六年の頃から短歌を作り始め、福と共に婦人画法に投稿、1920年。 大正9年2月号で、次戦になり掲載された。また、傍聴新聞、戦後に存在した、同盟主とは別の新聞にも、短歌を投稿、入選している。1920年4月、12番の成績で、山口県立山口中学校、現、山口県立山口高等学校に入学。しかし読書にふけり、成績は80番にまで下降。 教師が家に注意したので、小遣いがもらえなくなり、立ち読みをしたり、図書館を利用するようになった。2学期の成績は50番まで持ち直したが、2年生では、どん底の120番まで落ちる。この頃、中夜は両親に隠れて、傍聴新聞の短歌会、すぐろやの会に出席していた。この会で知り合った、吉田著作夢、宇佐川二萩と歌集。 すぐろのを1922年5月頃観光。中野は温泉州と題した28州を収めた。飲酒や喫煙を覚えた不良少年となっており、成績はさらに下降した。1923年、3年生の減給止め置き、落第が決定。通知を受けた健介は落胆し、数日間往診に出なかった。一方中野は給油を勉強部屋に集め万歳をして、 当案を破いた。祖母末が、このくらいのことなんですと、部屋を掃除したという。落第したことで、中也が、山口中学にいたくないという意思を示し、健介も、世間体が悪いということで転校させることになった。1923年4月、京都の立命館中学校3連に編入、中也は一人で、下宿生活を送ることになった。秋、高橋新吉。 ダダイスと、新吉の歌を読んで衝撃を受け、ダダイズムに系統、試作を始める。三歳年上の女優、長谷川康子と知り合い、翌年から同棲する。康子は、牧野プロダクションの大部屋女優として、月給をもらっていたが、解雇されてからは、昼夜の居候となってしまう。帰省した昼夜が痩せているのを案じた中原家は、仕送りの額を増やしている。 1924年7月から11月まで京都に滞在した6歳年上への詩人、富永太郎と信仰を結ぶ。富永は連日中原の下宿を訪ねて語り合った。富永が頼ってきたのは京都帝国大学文学部国文化財学中で立命館学の非常勤講師を務めていた富倉徳次郎だった。作文の時間、詩を書いてきた中野は、 富倉の家に呼ばれるようになり、やがて大学生グループと展覧会を見に行ったり酒を飲んだりするようになる。中夜は、ダダさんの愛称で呼ばれた。12月初旬、富永は東京に戻る。確決したことを医師に診断してもらうためである。1925年、中学を4年で修了した中夜は、大学予科受験を理由に安子と上京する。 日本大学や早稲田大学を希望していたが、書類不足や遅刻で受験できず、予備校に通うという条件で仕送りを受け、東京住まいを始めた。富永の紹介で、東京帝国大学仏文化一年の小林秀夫と知り合う。11月富永が結核で死去。同じ頃安子が中野の元を去り、小林と同棲する。1926年。 日本大学予科文科に入学するも一科目も試験を受けないまま九月退学。実家には知らせなかった。その後アテネフランスに通いフランス語を学ぶ。富永や小林が参加していた同人雑誌山眉に溶接した富永を寄稿。東京で中原の書いたものが活字になったのはこれが初めてである。翌年の十月、高橋新吉を訪問。また、 自分の刺繍の観光を考え始める。1928年5月4日に全英音楽グループ鶴るの第2回発表演奏会で諸井三郎が中原の臨終朝の歌に曲をつけて歌う。中夜は前年知り合った川上哲太郎を通じて死を持ち込み曲をつけてくれと頼んでいた。3月に往診先で倒れた健介は 病床で印刷された歌詞を読んで涙を流したという5月16日、ケンスケが死去。中夜はケンスケが倒れてから月に一度未満に帰省していたが、母の服は世間の目を気にして葬式には帰らせず、母主である中夜は病気であるということにして取り繕った。ケンスケの一周期には、中夜が中学2年の時に書いた中原家類以外の墓を母碑に刻んだ。 1929年4月、同人雑誌、白地軍総監。同人は、中野の他に、川上哲太郎、村井安を、内海誠一郎、安倍六郎、古谷綱武、安原義弘、大岡翔平、富永二郎が参加。後に、ヤギの歌に収録される詩や翻訳を毎号発表。しかし中原が、大岡、富永と争ったり、 原稿の集まりが悪くなったりしたことで、翌年4月に六号を出して、廃刊となった。以後、私服の時期となり、試策が止まる。1930年9月に中央大学予科に編入学。12月、小林と別れた安子が、築地小劇場の演出家、山川幸男の子を出産。昼夜はその子に、刺激と名付ける。主導を進めたり、 汗もや小さな傷を気遣う手紙を書いたり、時にはた日預かるなど、可愛がった。1931年、中大余科に席を置いたまま、東京外国語学校専修科不都語部、現、東京外国語大学に入学。授業は午後5時から2時間だけの夜学だった。中夜はフランスに留学するため、外務書記生の試験を受けようと考えていた。9月26日、 四歳下の弟、構蔵が、肺結核で死去。父の死に目に会えなかった中也は、孔さんを見舞った後、母の服に、もしあたかちゃんが死んだら、今度は死に顔を僕に見せてから焼き場へ連れてってください、と伝えて状況を。服は言われた通り、孔さんが亡くなると中也を呼び戻し、死に顔を見せてから焼き場へ連れて行った。中也は泣かなかったが、 こうさんのことがかわいそうでならぬといった風だったという。1932年6月に初の詩集、ヤギの歌の出版を計画。一口4円で150口、600円は集まれば200部、印刷する予定だったが、申し込みは知人10名ほどで、7月にもう一度募集を出したが、申し込みはなかった。昼夜と親しい王王からは、払い込んでもどうせ飲んでしまうに決まっているとの、 判断だった。服からも300円送ってもらったが、製本まで資金が足りず、すり登った本文と死刑を安原義弘が預かっている。この頃ノイローゼになり、脅迫関念や幻聴があったが、年末から年明けの規制で回復。1933年3月に東京外語専修科を中程度の成績で卒業。外務所記生の道は諦め。 近所の学生にフランス語を教えて小遣いを得ていた。ヤギの歌を出版するべく出版社に持ち込むがうまくいかなかった。12月、乱暴死集、学校時代の歌の翻訳を三笠書房より刊行。この翻訳が初めての商業出版である。本が売れたことで中夜は小林秀夫と共に乱暴の代表的役者として名を残すことになった。無印だったが、 中也はこの役史集を中原本家はもちろん遠い系類にまで送った。同じく12月、当園にあたる六歳下の上野孝子と結婚。中原白著、兄、中原中也と祖先たち59ページによると、中也は上野孝子との結婚において最も素直な子であった。母のナスがままになっていた。孔子が気に入ったからかもしれないが、母から金をせしめた時以外は、 全てについて必ず一言あった中夜が結婚については全く従順な息子であった。中夜の七不思議というものがあるとすれば素直な結婚はその一つの不思議である。見合いは、吉木の親戚中村家で行われた。上野隆子は下戸の中原家の親類筋にあたる。中原継続館の結婚である。という。中原や地元の温泉旅館、西村屋で、 身内だけの結婚式と、盛大な披露宴を行った後上京。1934年、10月に孔子が郷里で、長男、文也を出産。11月、ヤギの歌が、野上慶一の文歩道から出版されることが決まる。想定は、高村光太郎、46倍版、天箱入り、背拍子は、大、著者名が、金箔押しという微層合歌本である。12月10日、 3円50銭で市販された。この後帰省、文也と対面した。翌年3月まで郷里に泊まり、乱暴を翻訳するが、長戸京に遊んだ際、と決している。1935年、3月末単身状況。昨年出版された、ヤギの歌は好評であり、師団とも、交流、原稿依頼も来るようになった。また1月から小林秀夫が、 文学界の編集責任者となり、中也は4月以後迷子を新作の詩を発表した。しかし詩だけで、家族3人が生活していけるだけの収入は得られず、服は月100円以上の仕送りをしていた。中也はフミヤを可愛がっていたが、一緒になって遊ぶというより、フミヤが遊んでいるのを見守るという接し方だった。1936年、日本放送協会の 初代理事だった親戚の中原岩三郎の圧戦で、教会の文芸部長との面接に出かける。定職について欲しいというのが、服の希望だったが、昼夜にその気はなく、入社することはなかった。6月25日、山本文庫より、乱暴首相観光。生涯初めて印税を受け取る。11月、2歳の文也の容体が急変、入院させる。 中野は3日間に一睡もせず看病したが、文ミは小児結核で死去。葬儀で中野は文ミの遺体を抱いて離さず、服が何とか諦めさせて、棺に入れた。49日の間は、毎日僧侶を呼んで度胸してもらい、文ミの遺杯の前を離れなかった。12月に、次男、愛宮美、吉政が生まれたが、悲しみは言えなかった。 現状や幼児対抗したような言動が出始めたため、講師が福に連絡。福と思えろうが状況した。1937年1月9日、福は昼夜を、千葉市千葉寺町の道修山にある中村故郷療養所に入院させた。ここで、森田療法や作業療法を受け、2月15日帰宅。騙されて入院させられたと講師に言って暴れたため、 また福が呼ばれた。文也を思い出させる東京を離れ鎌倉町、大ヶ谷津に転居する。5月、文学界に愛する者が死んだ時には自殺しなきゃなりませんで始まる。春日競争を発表。7月、小林秀夫、三好達次ら友人たちの間で第二四集出版の話が持ち上がる。しかし中也は心身を休めるため帰郷を考えていた。9月、 左手中指の痛みを訴え痛風と診断されている。九月十五日、野田書房より薬師臭、乱暴師臭が刊行され、売れ行きは上々だった。二十三日、有志日の歌の原稿聖書を終え、翌日、小林秀夫に渡している。夏頃から良くなかった体調が、さらに悪化、十月四日に、 横浜の安原義弘を訪ねた時は、頭痛や電線が二つに見える、視力障害を訴えた。歩行困難もあり、ステッキをついて歩いていた。つ日、鎌倉駅前の広場で倒れ、翌日鎌倉養生院、清川病院に入院。脳腫瘍が疑われ、その後急性脳膜炎と診断された。今日では、結核性の脳膜炎とされている。15日、 服と思えろうが駆けつけた時はすでに意識は混濁していた。明治大学で教えていた小林は一週間休校にして病室に詰めた。川上哲太郎は毎日東京から病院に通った。22日午前0時10分に営民。苦しむことなく安らかな死だった。通夜は22、23日と2日にわたって自宅で行われ、24日樹福寺で。 葬儀告別式が営まれた。葬儀からほぼ一ヶ月後、遺骨は一つのメルヘンで歌われたヨシキ川近くの京塚墓地に葬られた。一年後の1938年1月、アイミビが病死。4月、アリシヒの歌が草原者から観光された。中野の死は、状況後は朝の歌に見られるように、ランボー、ベルレーヌといった象徴派風の詩風だった。 その後、宮沢賢治の詩集、春と修羅に出会い、不思議な宇宙観と交互による響きに惹かれる。1935年、昭和10年、賢治の没後1周年に刊行された、宮沢賢治全集について、作品1月号に掲載された推薦文では、僕は彼の詩集、春と修羅を10年来愛読している。この我々の感性に近いもの、むしろ民謡でさえ、 ある順情誌が、この順情的な国で、今まで読まれなかった謎ということは不思議だと評価している。生前の中夜は、ヤギの歌の詩人として、小林秀夫、川上哲太郎らの友人から高く評価され、また室生再生、草野新平、萩原作太郎らも独特な歌の世界を貴重なものとして見ていた。没後は、文学界、起源、四季などが、相次いで追悼号を企画。 中野の評価が続いた。戦後は、復音した大岡翔平の編集解説で、中原中野詩集が、草原社より1947年、昭和22年刊行、大きな反響を呼んだ。1949年、昭和24年には、乱暴詩集、そして1951年、昭和26年に、中原中野全集全3巻が刊行。その後、 中野の死は、各種文庫や死化全集に収録されるようになり、広範な読者層を獲得した。中野の性格について、中野の弟、五郎の解釈によれば、脳から出て立死した父の、荒い地と封建の神として到達された母方の、静かな地の根欠からなるものという。中野は、自分の名前は、森王外につけてもらったと称していた。王外は、父の健介が、 軍医学校在籍時に校長を務めていた。しかし母の服によれば、両順の軍医大佐、中村陸也、中村旅家やからとものだという。中也の代表作、サーカスは、本人にとっても自信作であり、中也と初めて会った人間は大抵朗読を聞かせられた。ユアンユヨンユヤユヨンのオノマトペを、仰向いて目をつぶり、口を突き出して、独特に歌った。 中野の遺族によれば、帰郷すると、東京の交友関係を大げさに吹意調していたという。小林秀夫は三代続いた、江戸っ子、青山二郎は、青山と名の付く朝前部の王子主、といった具合である。これは両親に仕送りを続けさせて、東京に在住するためと、大岡らに説明していた。白地軍時代の服装は、五尺、十一点五センチメートル。 に見たない体を黒いルパシカ、冬は黒い釣りカネマントで覆い、頭には、オカマ帽子と呼ばれた黒いソフト帽をかぶっていた。後に黒い背広に黒いベレー帽、冬は黒い街灯に変わったが、黒ずくめの服装は、昼夜のイメージとして定着した。大岡翔平は1976年月間、ポエム総刊号市場でのショーツ務との対談の中で、中原の道家は、 わざとしているような感じで、一種の抗議者の役目を自分に振り当てている。ふざけて面白がっているところが随分あり、人に毒づいている時は結構楽しそうだったと語っている。また、二人は喧嘩をする割には会う機会が多く、皆最初は中原を崇めていたが、白地軍を辞める頃から重荷になり始めた。こじれると妙に勘ぐるところがあり、 ありもしない下心を探られますますこじれたとも語っている。大岡は中原の中には疑うべくもない魂の美しさとともに何とも言えない邪悪なものがあったと書いている。嵐山光三郎が大岡昌平に聞いたところによると現在中夜の肖像として広く知られている黒帽子の写真は副写、でタッチを繰り返したため中夜本人と かなり違うものになっているという。大岡曰く、シワが多いどこにでもいるおとっつあん顔だよとのこと。22歳の時、白地軍の同人の村安を、安倍六郎と酒を飲んだ帰り、沿道の家の街灯を傘で叩き壊した。家の主人の町会議員は3人の後をつけ、交番に突き出したが、村井と安倍は教師だったため5日で釈放された。 しかし身分がはっきりしない中夜は15日間も留置された。警官への恐怖が後まで残ったという。青山二郎は死別した夫人の弟には、ウィンゾアを出展させていた。常連は小林秀夫、イブセマスジ、大岡昌平ら若い文人たちだったが、中夜が毎日顔を出し、誰かで構わず、絡んだり喧嘩を吹っかけるので、一年で潰れてしまった。 坂口安吾は、ウィンゾアで中也と知り合った。中也は、お気に入りの女級が安吾と親しいのが気に入らず、いきなり殴りかかったが、大柄な安吾から少し離れたところから拳を振り回しているだだったので、安吾は大笑いした。大岡翔平は、白地軍の同人会で寄った中也に殴られたことがあった。他にも、中村光雄は、お前を殺すぞと言われ、ビール瓶で殴られたことがある。 吉田秀一は、著書の中でレコードを購入した後に余った金で酒を飲もうとする中夜を無理やり自宅へ連れて帰り、共に音楽に耳を傾けたエピソードを記している。太宰治は、同人し、青い花を創刊するにあたり、段数や中夜を誘った。東中野の居酒屋で飲んでいると中夜は、青沢が空に浮かんだような顔を仕上がって、お前は、何の花が好きなんだいと見出し、 ダザイが泣き出しそうな声で、も、も、の、は、なと答えると、ちえ、だからおめえはとこきを下ろした。青い花は一号で終わり、ダザイは、なめくじみたいにテラテラしたやつで、とても付き合いた白物じゃないよ、と中夜を拒絶するようになったが、中夜の死に対して、ダザイは、死んでみると、やっぱり中原だ、ねえ。段違いだ。立原は、 死んで天才ということになっているが、君どう思う解目つまらねえと才能を惜しんでいる。昼夜の死の翌年から、四季市場で行われた詩人への賞。発案者は、長谷川康子で、夫の中垣武之助が援助したが、3回で終了した。現在山口氏が主催する中原昼夜賞とは別のものである。昼夜の死の中で、最初に活字になったものは、 朝の歌と臨終である。それらは、諸井三郎により、歌曲になり、1928年の第二回するや、演奏会で歌われたのだが、その際、帰還し、するやに歌詞として掲載されたのである。詩集どころか詩さえも発表していない、ゆえに、全くの無名といっていい詩人の作品に音楽が、つくのは、極めて珍しいケースであると言える。諸井は、 中野の生前、彼の死、空式き秋、妹よ、春と赤ん坊に曲をつけ、中でも妹よは、ジョブックで放送された。また、鶴屋の同人であった、内海誠一郎は、1930年に、卑怯、うせし希望に作曲している。中野の死後、石渡秀夫、清水治、忠武彦らをはじめとして、多くの作曲家が曲を寄せている。 クラシック系の歌曲、合唱曲が多いが、演歌や、フォークソングも生まれている。とりわけ、友川和樹による、楽曲群、アルバム、俺のうちで鳴りやまない歌以降も、我が喫煙、ガンゼない歌など、少なからぬ詩歌を取り上げているが知られている。昼夜の友人であった作家の大岡翔平も、石昌、雪の酔いの二編に作曲している。開演隊の思えば、 遠くへ来たもんだという曲は、中夜のガンゼない歌を投用したと言われるほど一致点が多い。テレビ番組知ってるつもり。で、20代の後半に無我夢中で読み、かなりの影響を受けた中夜の詩から思えば遠くへ来たもんだというフレーズが浮かんだと語っている。汚れ土待つた悲しみに、は、大高しずるにより曲が付けられ、NHK の 日本語で遊ぼで歌われている。また、歌手の桑田圭介も曲にしている。グレーの楽曲、黒く濡れ、の歌詞にも、このワードが登場する。他にも、グランドディオの楽曲、シュガーの曲間に、昼夜に当てたセリフがあり、このワードが登場する。グランドディオのボーカルであり、声優でもある、谷山希少は後に、アニメ、文豪、ストレイドックスにて中原をモデルとした、キャラクター、 中原中也役、汚れちまった悲しみにという名の脳を持つを演じている。ガツの光は、石川浩二により曲を付けられ、多摩のアルバム、その6に収録される。最近では、辰野氏出身の作曲家、矢蓋タ一が、中也の死による歌曲を、数多く作曲している。中原志郎著、兄、中原中也と祖先たちによると、1934年、 昭和9年10月18日生から1936年、昭和11年11月10日、没1936年、昭和11年12月15日生から1938年、昭和13年1月12日没。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。